はいおはようございます42歳サラリーマンパパサといいますということで今回はですね意識しししてコンンフォーーートゾーンから抜け出そううというテーマでお話ししますで新しいことを始めるのが怖いとか変化が苦手だというふうに感じている人っていうのは多分少なくないというふうに思うんですよね。で私ももちろんそうなんですけれどもでもその気持ちが実は自分の成長とかスキルアップの邪魔をしているっていうのはもう明らかになってるんですよね。 でもう私自身ですねこれまで、まあ、ここまで42年間生きてきて意識的に意図的にこうコンフォートゾーンから抜け出すように、えー、してきましたというか今あの意識してそうしてますで全く知らん場所に行くのは緊張するし全く新しいことをするっていうのはも,うものすごく不安もたくさんあるんですけれどもこれが、まあ、自分の成長にとって自分の経験とか自分の見地の広さとか、まあ、そういうのにすごくとってもあの大きかった た大切だったんですよねなので今日はねその経験をもとにコンフォートゾーンから抜け出すことの大切さについてお話ししていきます。 でまず、コンフォートゾーンって何だろうっていうようなところなんですけれども、簡単に言うとですね、居心地のいい場所や慣れ親しんだ環境のことです。で、例えば、ま、あのー、地元の友達とか、まあ、毎日のようによく知ってる友達、毎日のように遊ぶような友達とか、あとは毎日決まった生活。 毎日同じルーティーンなんかがコンフォートゾーンにあたります。で、それを聞くとね、なんでそんな居心地のいい場所とか、慣れし親しんだ場所、環境から出なあかんねんと、なんでコンフォートゾーンから抜け出す環境があんねんというふうに思うかもしれないんですが、まあ、この、まあ、コンフォートゾーンから、ね、抜け出す必要がある3つの理由をお話しします。で1つ目の理由は、もう率直に言うと自信がつくということです。うん で新しいことに挑戦したりとか自分の知らない場所に行くっていうことは、まあ、最初は不安があるかもしれないんですよね。でもその不安を乗り越えていざやってみて、えー、結果何かをこう成し遂げたりすると、まあ、やればできると。 いう自信があの生まれるんです。まあそういうマインドになります。うん。要は自己肯定感につながっていきます。で、例えば、まあ初めてキャンプに行くっていうのは不安かもしれないですよね。やったことなかなければテントの張り方もわからんかったりとか、まあ火おこしがうまくいかんくてバーベキューうまくいかんかったりとか。うん。で、私自身もね、初めてキャンプに行った時は、まあ嫁さんともう試行錯誤してね、テント タープ張るのに4時間かかったんですよ4時間かかってめちゃくちゃしんどくてこんな大変なんやとか思ったんですけれどもただそうやって協力しながらね嫁さんと協力しながらやっていきたい,いずれ テントとタープを当たってで最後にこうしっかり立ってそのテントとタープを見たらああのやればできるなとあのね結局ちゃんともうなんだかんだ言ってあの説明書見ながらやればちゃんと立つなというまああの自信経験をあの重ねるようなことになるんですよねうんで今はねもうね一時間二時間かかんないですねうんやっぱそれぐらいやっぱ経験とかすごく大事やなというふうに思いますだから新しいことに挑戦するということは、まあ、結果的にね。 自分の自信をつけるためにすごく大切なんですよねで、2つ目の理由は え、視野が広がるってことですね。うん。で、いつもと違うね、環境に身を置くとね、それまで、こう、慣れ親しんだ場所では気づかなかったことがたくさん見えてきます。うん。それはね、もう、あの、物理的に見えるものだけじゃなくて、新しい考え方とか、価値観とか、そういったものに出会います。うん。で、例えばですね、あの、一番わかりやすいのがね、海外旅行ですね。 もう自分の国とは全く違う文化の国とかに行くとですねそここの文化ととか習慣に触れることができますで私もねヨーロッパアメリカ東南アジア、まあ、韓国いろいろ行きましたけれども、あのー、自分えっ、ー、とね最初はねやっぱこう戸惑う。 ことも多いです、うん、正直、やっぱ全然文化とか違う場所であったり、食べ物違ったらね、あの、戸惑ったり、お腹壊したりとかもするんですけれども、まあ、そういった経験を通して、あの、世界には、まあ、こういうふうな場所で生きてある人もいるんやなとか、こういう文化があるんやなと、やっぱ日本だけでいるとね、そこら辺っていうのは全く見えないんですよ。だからそうやってね、視野を広げることで、物事を多角的に見られるようになって、あの、これがね、実はね、こう、問題解決能力に、あの、生きてくる と通じてくるんですよね、うん、だからコンフォートゾーン出ることでまあ、自分のこう世界視野を広げるっていうあの素晴らしいあのチャンスになります。 3つ目は、えっと、人間関係が豊かになるってことです。で新しい環境に飛び込むと、まあ、必然的にね、新しい人たちと出会うことになります。うん、で最初は緊張するかもしれないんですけれども、まあ、そこでね、つな、ま、がったコミュニティとかが思わぬ友情が生まれたりとかして、あのすごいかけがえのないつ、ね、ながりになったりしますで。例えばね、全く知り合いがいない場所とか、 全く自分が例えばですね、何でもいいですあの地域のボランティア活動でもいいし、まあ、私がやってる YouTube の活動なんかでもいいかもしれないですね。うん。で、最初はね、誰ともこう話したりとか、そのつながりとかないんですけども、こうやっていくうちにね、まあ、同じような目的であの来てはる人とか、同じ目標を持ってあるような人とかっていうのが必ず出てきて、でそこでね、こう、あの、コミュニケーションを取ってみると、意外にね、こう、 えー、お互いの趣味とか経験の話で盛り上がるかったり盛り上がったりするかもしれないんですよね。うん、でそこであのあの繋がったあの人間関係っていうのがまたねすごく大事なパイプになったりします。そしてやっぱりあのお互い同じ人生歩んできてないのでこう自分にはかない考え方とか経験を持ってたりするのでそこから学ぶようなこともあったりします。はいだからコンフォートゾーン自分のまあ、同じような人たちとばっかりやっているとそこの経験の 幅とか建築の幅っていうのは広がらないんですけれども、まあ、自分からね全然知らない場所に行くことで新たな人間関係ができて人間関係の幅が広がってまあ、人生がより豊かになっていきますということで、えー、コンフォートゾーンから抜け出すことで自信がついて視野が広がって人間関係が豊かになりますで最初の一歩は絶対不安なんですよ絶対不安もあるし緊張もあるかもしれないんですけれどもやったことないことをやってみましょうその一歩を踏み出す勇気はねもうか。 必ず人生をね豊かに変えてくれると思いますということでもう,もう早速ね今日からですねあのできる小さなチャレンジ始めてみてくださいということで最後まで聞いていただいてありがとうございました